皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回のテーマこちらになります粒高ラバーに慣れる粒高ラバーの性質に慣れるための練習方法というのを皆さんに紹介したいと思います今回の内容はまず粒高ラバーの選手がすごく苦手な方ですね。あとはまあ卓球初心者であんまり粒高ラバーと打ったことがない っていうようよなな方ににすごくおすすめの内容になっています。で、えー、粒,と粒の選手と当たるともう嫌になっちゃうというかもうその当たるっていうだけでうわーっていう気分になっちゃう方すごく多いと思うんですよね。で実際にやっぱりそういう話ってよく聞くんですけどえまあそういった方はまずその粒高ラバーの性質に慣れてでその粒高ラバーから出てくるボール飛んでくるボールっていうのをまあ嫌じゃない。 そういう気持ちになるところまで慣れるっていうことがすごく大切だと思います。なので、えまあ今回のような今回紹介するような練習方法をたくさん繰り返して、まずボールの性質に慣れる慣れて自信をつけるっていうことがまあ一番最初に大切なことかなと思います。それでは練習方法を紹介していきます。まず一つ目の練習は下回転と上回転を交互に。 打ってこれはもうツブタカラバーの性質の基本なんですけどこっちがドライブ上回転ですねこっちがドライブを打ったら粒高カラバーの選手のブロックは下回転で返ってきます。下回転でで返ってくるので次はツッツキをします。ツッツキをすると今度自分は下回転で返しているので次に返ってくる球は上回転、まあ、軽く伸びるような回転でくるのでまたそれを攻撃する。 で返ってきた球を突っつくということでつぶたラバーの性質としては回転が自分が打った回転と反対になって返ってくるというところが基本的な性質なので打つ突っつく打つ突っつつつくくというような交互に行うというのがつぶたラバーの性質になるのでまずはこの基本的な性質を覚えるためにこの練習をたくさんやってみてください。 次に2つ目の練習方法です二つ目の練習方法はつぶた方法はブロックに対してループドライブループドライブでしっかりと回転をかけながら打ち続ける打ちながら粘り続けるっていう練習をたくさんやってみてください。ドライブを打ったら次に下回転で返ってくるのでそれを下回転で返ってきたボールをまたループで粘るっていう練習ですね。 こうすることでただ時々やっぱりそのブロックが短く通番するような形で入ってくることがあるのでそういったボールはしっかりと判断してツッツキで対処する台上でツッツキで対処するというところでまツッツいたらまた返ってきたボールを攻撃して繰り返し続けるという形でやってみてください。この打ち続けるっていうことがすごく大事で やっぱりつぶたラバーの選手っていうのは相手にミスをさせたいミスを誘いたいと思っているので相手がミスをせずに粘り続けてくるっていうのはすごい恐怖を感じるので必ず簡単にミスしないように練習をたくさんやってみてください。 最後に三つ目の練習方法です。三つ目の練習方法は粒高ラバーで攻撃をしてもらってください。はい。実はなんで粒高ラバー攻撃しづらいのに攻撃って思うかもしれないんですけど、だいたいですね。攻撃マンの粒高ラバーに慣れてない選手はえ粒高の選手に角度を合わせてピュンって振られると焦ってしまうんですね。攻撃されたと焦ってしまいますで。 え実際にはナックルのボールで実は威力はないんですけど普段守っている選手に打たれるということだけで恐怖感を覚えてそのボールの質に対応できなくなってしまうので打たれ慣れるということもすごく大切なんですね。という自信をつけるためにまず打たれたれれボールに慣ててみてください実際に強い球を打つことができない選手でもやっぱり短いボールに対してはしっかりプッシュで押し込んでくる。 というようよな攻撃的なボールもたくさんあるのでそのつぶたかの攻撃をブロックする練習たくさんやっておくとそういったプッシュなどの対応も上手になるので必ずやってみてください。 ということで今回は三つの練習方法を紹介させていただきましたつぶたかの選手に勝つにはまずはそのボールに慣れるということが必要で慣れてミスをしなくなってからその戦術的な対応方法などを練習していくと勝ちやすくなると思いますまずは慣れるというところで苦手な方はこういった練習をたくさんやってみてくださいありがとうございました